すごい道だな。うわ、トラックとのすれ違い結構怖い。ここがそうなんですかね。やってきたんですけど、今は立ち入り禁止になってますね。多分ここを登ってこの上にあるんですかね。あるんでしょうね、多分。周りはね、これ山奥なんで周りはね何もない、県外ですね。スマホ、それぐらい山奥に来てます。ここ行けるのかな、行けないか。これ行けないね。これ結構土砂崩れしそうですよね。結構地盤が緩そうですけど、なんかこれちょっと崩れてる感じですね。いやー、これは何でしょう、なんかの小屋かな、倉庫かな、何でしょうね。こっちなんか畑があるんですよね。なんか一応人里離れてるんですけど、一応ここに人が来たりするんですかね。めちゃめちゃ静かですね。なんかこっから少し建物見えますね。見えるかな、あれが。そうかな、廃校した小学校かな、小学校の校舎かな。で今はなんかね、資料館として使われてるっていうのがネットの情報で載ってたんですけど、あれってどうやって行くんだ、地元の人じゃないと分かんないよね。これまたすごいな、これ行けるんですか。おお、人里離れた山奥に民家がありました。わあ、すごい。
これがあるのかね。お城行ってみようか。これかな。いや、これか。よいしょ。いや、あれ、これお墓じゃないですか。Oh no! あ、書いてある。さっきの道でよかったんだろうね。たださっきの道ね、通行止めになっちゃってたんで行けなかったですね。城ヶ城との言い伝えって書いてある。すごいね。ここにあのなんだろう、あのトロッコじゃないけどありますね。こうやって上にね、山の上にレールが敷かれてますね。見えるかな、上からこうやって下ろしていく感じですよね。わあ、こういうのもまだ残ってんですね。使ってるんかな。うわあ、これは最高だな。いや、すごいわ。いや、マジで癒される。あ、向こうにカヌーやってる人いるね。最高なんだろうな。駅ですか。これは三河広瀬駅かな。三河広瀬駅入ってあります。1月2月はお休みしますって書いてある。これ駅なのかな。すごいねこれ。めっちゃレトロやね。結構古いんじゃない。三河線跡地コース、へえ。ここに書いてます、三河線跡地コース、旧三河広瀬駅、へえ。わあ、すごい。これが旧三河広瀬駅っていうのかな。今、はい、レールの上を歩いてます。はあ、これは、おお、これはいいね。次は三河広瀬駅とかって言ってたんですかね。はい、すごいな。こんな感じの、はい、景色ですけど最高ですね。またいつか
時間が取れれば一度ここ散策してみたいですね。はい、いつになるか分かりませんから。